オリンパスブースやってきました。オリンパスブースはですね、このような形で砂漠の中に E3 を置いてですね、砂をかける体験ができるようになってます。いかにも、砂漠の中にあるラスベガスらしい体験コーナーだと思います。で、こちらにですね E システムのレンズが展示されています。でもう日本でもですね春に発売間近と言われている 14-35mm の F2 というズームレンズがあります。でこちらのですね製品に関して詳しいお話をオリンパスの開発小笠原さんにお伺いしたいと思います。じゃあ小笠原さんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、こちら新しく、これから発売になります、随行デジタル ED1435SWD、F2 です、このレンズ、かなり大きいんですけれども、はいはい、F2 投資で我々にとってはスーパーハイグレードレンズということで、非常に、力を込めてきた製品です。きっとあれですよね、標準ズームとしては世界で一番明るいかもしれませんね。そうだと思いますね。あのズームとしてちょっと大きいんですけれども、はいはい、あの明るいレンズだと思います。あとあの、まあ、ED レンズもそれから ED の非球面レンズもふんだんに使っておりまして、性能も、保証折り紙付きです。かなり、切れ味の鋭い立体感のある写真が撮れると思います。例えばレンズが明るいと、はい、どういうメリットがあるんですか？そうですね、やはりあのポートレートも含めて、まあ、深度の浅い、はい、まあ、肌の、立体感を強調する写真が撮れると思います。じゃあなんかこちらにその中身が、そうですね、初公開なんですかね、ひょっとしたら、はい、これ、動くもの、分解展示するのは今回初めてです。あのまだあのオープンにはしてなくて、業者の方だけにお見せしたんですけど、特別に、はい、ありがとうございます。こちら、まあ、F2 を支える大きな前玉ですね、はいはい、それを、まあ、ここにこう装着する形 で中には、こういったレンズ、まあ、17、8枚のレンズ入ってるんですけど、それを、駆動しているのがこちらの SWD 超音波モーター。これが超音波モーターなんですね、はい。どんな形で、まあ、具体的に動く感じになるんですか？そうですね、あのこれまでの12、60、それから50、200と同じ機構なんですけども、径が違っております。ただ、アクチュエーターそのものは、同じものをそれ、対角上に、装着しておりまして、こちらの振動子がこちらの修道板をですね、こう切る形で馬が跳ねるような形、それで送るんですか？そうです、前足後足で止まりな、片方で止まり片方で切る、そういうことをやりますので、非常に高速かつ停止精度が高い、システムになっています。わかりました、ありがとうございます。でちなみにこれおいくらぐらいになりそうなんでしたっけ？もう定価発表しておりまして29万5000円、まあ、税抜きですけど。そうですか、はい、でなんか聞いたところによると、もうアメリカだとそろそろ発売が来月とかっていう話で聞いて、3月ぐらいにアメリカで発売できるんじゃないかと思います。僕たちが待っている日本だとまだ具体的に春という話になってますけど、聞いてないんですけど、はい、どうなんですか？早く お手元にお届けできるように頑張ります。わかりました、ありがとうございました、はい。